ちは、ご説明の小坂と申します。よろしくお願いいたします。今日は神奈川県の川崎市、武蔵小杉というところから、ね、出てきました。よろしくお願いします。私どもの大学はですね、コンセプトとして、こういうことをいつも考えていますので、武蔵小杉というのは、どちらかと言いますけども、ある種地方地域なんですよ。そこで、神奈川県の武蔵小杉に住まれている方とか、それから、都内の方とか、地元の住んでいる方たちが集まってですね、自由によく、そして楽しく学んでいただけるという学びをということで、皆さんと一緒に、武蔵小杉に関わる人を知る、語る好きなということをやっていきましょうということを全部で考えています。武蔵小杉って何なのかということはですね、昨今は決まってない、一時までないですけど、話題になってるんですけども、神奈川県、この地図は神奈川県全体なんですけども、そのまま、
ラミングで、いろいろグループワークして、それで最後に。ちなみにこれ一番最初のですね、プログラムの例です。開始が19時28分。ちなみにこれ、薄い時間のタイムになってますね。なぜですね、これ19時半なんですね。19時28分。こちらの方が少々集まりやすいです。ということが分かります。はい。で、ここで、まあ、それだけの内容を紹介して、チェックの自己紹介をして、この方はね、ウェブスタイルの方は、MC の、まあ、トップのデザイナーの方です。この方に、まあ、ご覧になりました。本当に、参加者の方に大学の学習をしていただきます。で、この時はですね、武蔵小杉を表現する漢字書を考えましょうということで、まあ、こういった授業をさせていただきました。その結果、あの授業を受けて、ちょっとテラリナっぽいところで始めました。という形で、あの喋りながら、最後の文字を書いて発表しました。で、発表したその武蔵小杉という街の可能性を表現するという感じということで、まあ、この時は6グループあったんですけども、いろんな街があって、この辺の、あの、今があってもですね、要は、いわゆる重要感じという感じで存在しない、あの、感じを作るみたいな、よくないかも。そういうことは、そういう発想があって。これは、次はですね、まあ、あの、もう15代、最近の時間なんですけども、ノンタワーに、プロモーション部の部長の方、有名な方が、有名な方ですけども、まあ、その方から、はい、の授業をしているということで、まあ、この方のお話をこういう形でレジュメにしました。思考は違う、手法は違う、ですね。思考と存在の存在が違う。だから、プロモーション部っていうのを、まあ、彼らと一緒になって、そして中心にして、チームを違うされるでしょう。自然選手の最大勝利のことを信じることができている。はい、ということで、今度の授業は武蔵小杉でいろいろ仕掛けましょう、どんなことを仕掛けますかみたいなところですね、分かりましたね。はい、ということで、まあ、この時は、参加者が20人ぐらい来ましたので、そうなるいろんなアイデアを出した。はい、ちょっとすいません、そうしつつ言えないんですけども、今まで、20年くらいの方、20年の先生の方にですね、参加していただきました。実は昨日ちょうど22回目から行われているので、これはちょうどフードライターの方が武蔵小杉を味わうということですね、職に関する、あ、大学生の方どういうのを招きしようかという精神事例を、紹介していただきながら、皆さんにワークショップをしています。はい、これはちょっと学生実績なんですが、あまりします。これもすみません、知らせていただいて、まあ、大体当店の参加人数としてはこんな形で、ちょっと突出しているところです。90年の先ほどの本で、80年まで実は川崎の副市長さんに来ていただいたんですよね。はい、それちょっと2段階の見方では増えているようになった。まあ、番組の方は大変いいです。これもね、そのアンケートを取りました。あたりに関係する、コミュニティを立ち上げた女性の方、この方は実は、
高校生大学に参加したときに、実はずっと彼女が自身が温めた企画や、その他人というテーマで、なかなかそれを生み出さなかった。生み出さなかったので、ですから、この大学に来て、皆さんの授業を聞いたときに、やってみようということで、あとは、いろんなこの先生同士ですね、高校生大学で出会って、実はこのリングビーっていうのは関西が発祥でしたんですけど、なんですか、ブリスリーなんですね。というのもあったんですけど、したってことなんですけど、まあ、メディアもいろいろ掲載させていただいたということです。はい、ということで、今回は竹谷市の社長が卒業大学に決まっています。ということで、成長どうもありがとうございました。